密着して見えづらくした状態でブラインドで一瞬で仕掛けます。今の見せかけますからの一瞬、はい、そう、はい、こんにちは、中川です。今回はですね、オフェンスをしていて45度の彼、それに対してのディフェンスのディナイがきついときに、まあ、裏をかくプレー、まあ、これは往々にしてあるんですが、この時に意識すべき対人の駆け引き、これについて詳しく解説していきます。で、よく実践の中でこういった状況ありませんか？45度でパスを、届けてプレーを作っていきたいのに、ディフェンスがもうとにかくこのようにこう、はい、強いディナイで裏を囲おうとします。まあ、一つはこういうプレーっていうのがあると思うんですけど、結構この一瞬のチャンスを逃してしまう、今のロールターンでかわす場合にうまく守れてしまうケースがあると思うんですよ。ちょっともう一度お願いします。はい、このパターンですね。これ結構あると思います。で、この今の発想は素晴らしいんですけど、もっとエッジを効かせる、もっと成功率を高める方法っていうのを私知ってますので、それをシェアします。ちょっと私が変わってお見せします。これですね、意識してるのはこの体の面の見せ方っていうのが一つ大事なテーマです。相手はとにかくどこを守ってますか、こっち側ですよね。つまりこのターゲットハンド、こちら側のプレーのエネルギーの向きを守ってるわけです。手だったり目線だったり体だったり、この星があって、この全体の面を見て、そこをシャットディナイしてくるわけですね。じゃあとにかくここをとにかく意識を集めさせるわけです。で、その瞬間にここに散々付け合わせておいて、裏に引っ掛けて、もう忍者の隠れ扉みたいな感じですね。こっちにいた自分がもう次の瞬間もうここに面が、この感じですね。で、これを作るための大事なポイント、回転を中途半端にしちゃダメです。回転する前段でなんか中途半端に何かをしようとしてると見せると、ディフェンスもその間に立て直したり、あ、そう来るかって読めちゃうので、目線変えないんですよ。目線も体の向きも変えない、この状態、欲しがってるこの感じをずーっと錯覚させます。なんならちょっと密着して見えづらい状況、引いちゃうと見えやすくなるんで、密着して見えづらくした状態でブラインドで一瞬で仕掛けます。で、そこにパスをもらう。この駆け引きがむちゃくちゃ大事です。ちょっと今のポイントを意識して、もう一度実践してみてください。もうこのようにこう完全にもらうように見せかけますからの一瞬、はい、そう、 OK、 いいですね、グー、はい、はい、今のような形です。もうバスケットはもう本当にそういう人と人で駆け引きしてるスポーツなので、本当に小技ですね。もうちゃんとそういったところを細かくやりきる、肘もこうじゃなく伸ばしきる、手も広げてしっかり欲しがる感じで、目線も全体の感じもっていうのをちゃんと表現するからこそのその裏が一瞬でノーマークになるので、ぜひですね、やりきってください。今のことをやりきっていけば、このバックドアプレーもさらにエッジの効いた、質の高いプレーになっていきますので、ぜひ同じようなプレーを、状況に合わせて狙っていく方は今のポイント、意識されてみてください。はい、今回はですね、バックドアプレーをつくときの、受け手のプレイヤーの一つ大事なポイント、これをご紹介させていただきました。で、これとはまた別の45度で今度はボールをもらってから1対1で相手を出し抜いていく、そんな時に使える実践的なワンオンワンドリブルテクニック、これは今4つほど私の方から、プレゼントさせていただいております。で、このプレゼント動画がもう日本全国4万5000人以上の方にご覧いただきまして、試合でかなりうまくいった、点を取ることができましたということで大好評いただいております。で、そのプレゼント動画がこの動画の概要欄からゲットできるようになっておりますので、ぜひご登録いただいて、あなたの大切なゲームで役立ってください。それでは今日もこの動画をご覧いただきましてありがとうございました。